はい、皆さんこんにちは。ただいまより B チームのトリプルエースについて、発表を始めさせていただきます。メンバーは八代市の滝田です。プログラマーを担当しました。今治商工会議所の須坂です。 UX デザイナーを担当いたしました。私は玉井です。地元の金融機関に勤めております。地方創生を担当しております。以上の3名で、発表させていただきます。まず本日のテーマですが、目次の通り物流の2024年問題について取り上げました。2024年問題とは、次のページ、次お願いします。次お願いします。はい、2024年問題とは、働き方改革関連法案により来年4月1日から物流業界に生じる問題を指す言葉です。現在運送業界の給与水準は他の業界と比較して約2割低く、長距離ドライバーの高齢化も進んでいます。これに来年4月より時間外労働の上限規制が加わることで物が運べなくなるという事態につながります。中でも右上の棒グラフにありますように、農産水産品出荷団体への影響が大きいことが分かります。このように2024年問題や地方の価格競争力の低下といった課題がございます。これらの課題のことから、今回地方の生産性課題に着目し、今回は地元今治市の両市の課題解決策を検討していきます。はい、まず今治の島しょ部の両市、これ世界的な両市の F 市と取引先である東京の飲食店シェフへインタビューしました。まず両市 F 市からは、2ポツ目の赤字部分にあるように、既存の配達業者を利用すると東京へは翌日ないし翌々日の到着になることが分かりました。また4ポツ目の通り、取引先への連絡は LINE 電話で実施しており、注文を失念していることもあることが分かりました。次のページお願いします。まず、当日締めた魚を東京に届けるためのスキームについては、現在実証実験を計画中です。工程図にもありますように、当日の配送は可能となります。ただしこれを持続的な仕組みとして運用していくためには、真に解決すべき課題があります。これを次のページの As is to be にまとめました。次お願いします。ここでは両市が取引先との契約取引における内容でご説明いたします。まず As is ですが、受注は基本電話 LINE でのやり取りです。そのため取引先との連絡がつきにくいといったトラブルや、注文履歴が残らないため注文漏れが発生するケースがございます。これを 2B で考えると、受発注システムを構築、受注状況の見える化が最適と思われます。この課題にはアプリケーションの開発が有効だと考えました。アプリの機能には注文フォームの作成、カレンダー機能の作成により改善できるのではないかと考えられます。次お願いします。アプリの使用者についてご説明します。両市さんとその社員、そして取引先になります。それぞれのユーザーごとに閲覧操作権限を設定しまして、同一のアプリで運用できるようにしています。実際の流れについて順を追ってご説明します。漁師さんは取った魚の情報を写真を添えてアップロードします。取引先は漁師さんが掲載した商品情報をアプリから確認し、注文する場合はアプリから注文フォームを開き入力します。注文内容は自動返信メールで取引先にフィードバックされるとともに、アプリ内のカレンダー、トゥードゥーリストへ登録されるという流れになります。こちらがアプリの画面をキャプチャーしたものになります。左から順にスマホの待ち受け画面、アプリトップ、認証ユーザー管理画面、注文状況を確認するためのカレンダーとトゥードゥーリストになります。なお右側3つについては漁師さんサイドしか見れない設定になっております。次に、漁師さんが商品情報を追加する操作についてです。左側から操作手順が始まっています。テキスト情報を入力して撮影画像をアップロードしているところです。こちらは取引先の方の注文操作になります。商品情報を確認しまして、注文フォームへ飛び、その内容をメールでフィードバックを受けているところまでの画面になります。
注文内容がアプリに反映された状態を右側2つの画面で確認できます。以上の機能をもって Azuiz 2B で掲げましたいつでも注文が可能であること、注文ミスを減らす、根絶するというこの2点にアプローチしました。はい、それで MVP のため量子 F さんに配送スキームの提案とアプリのプロトタイプを利用してもらいました。すると当日到着することについての満足感は得られたことに加え、アプリについては汎用性は高く水産業者だけでなく農家でも十分受け入れられるとのことでした。しかし F 氏のビジネスモデルには合っていないとの意見がありました。そこで量子 F 氏に再度ビジネスモデルについてさらに深掘りしたヒアリングを実施いたしました。次のページお願いします。ヒアリングした出荷の流れはフローズの通りです。その中で従来のアナログな作業により発送漏れや転記ミスが再三生じていることが分かりました。これらの課題を改善すべく Azuiz2B を再度作成し量子 F 氏向けにアプリをカスタマイズすることにしました。次お願いします。まず Azuiz ですが、受注は基本 LINE でのやり取りということです。すべて LINE でのやり取りのため注文履歴が残らず、結果注文漏れが発生するケースがございます。これに着目すると 2B は正確な受発注が行えるタスク管理が必要と思われます。これにはアプリケーションにおきましてタスク管理システムを構築、また取引記録のデータベース活用により表記して社内の方で情報共有することが改善策と考えられます。次お願いします。F さんのご意見を踏まえましてアプリの仕様を変更しました。タスク管理は継続しまして手続きに活用しやすいよう取引記録を電子データとして集積することに絞られました。アプリはより F さんに寄り添った仕様となりましたので AAAS4F としました。量子 F さんの仕事の流れは先のスライドに記載があった通りですが、発送する商品は量子さんが取引先のことを踏まえて考えます。F さんは取引先で提供される料理を実際に食されており、それに適したものを選定されます。鯛を10匹といったシンプルなものではなくて、A ランクの鯛200グラムを3尾、そして B ランクのサバ100グラムを5尾、A ランクの牡蠣100グラムを20枚といったとても個別性があって、内訳は細かく複雑な組み合わせとなっていました。ここの社内の情報伝達を正確に行うことをアプリで手助けをします。F さんの構想をテキストデータとしてアプリにアウトプットして社内で共有してもらいます。その情報は作業進捗の共有とともに以降の事務処理や発送作業に使用します。アプリ画面の動きとしてはこのようになります。F さんが考えた発送パッケージの単位でタスクを登録します。従来は発送前にパッケージの内容を取引先に LINE で連絡されていました。量子さんの構想を手書きしまして、それをもとに納品書を作成、納品書の撮影データを LINE するという流れになります。この点について、納品書はアプリに登録された内容をコピペで簡単に作成し、取引先への連絡はアプリ画面のスクリーンショットを LINE 送信して軽く済ませることができるようになりました。まとめです。初回インタビューによるアプリ開発におきましては、量子さんが商品をラインナップしたものを取引先が注文し、発送期限に合わせてスケジュール管理するといった内容でした。一方再インタビューの後のアプリに関しましては、量子さんが LINE にて注文意思を取引先に確認した上でアプリ上で注文漏れがないようにタスク管理するツールとして使用するといった内容になりました。今後の展望としましては、貨客混載ルートの自動計算システムの構築、また資金決済システムの導入が挙げられます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。